初めてになります。パートナーの高山に一礼して初のタッグマッチ、今一つ声を大きく上げて先輩の熊野との対決、タッグマッチのゴングを聞きました。組み合っています。ここまでのシングルマッチ8戦マッチは当然ですが全て敗れています。そして今日が初めてのタッグマッチ、近い先輩では友寄せがいますが、その友寄せが怪我の影響もありまして急遽この清宮が初めてタッグマッチでビッグマッチの第1試合を務めることになりました。腕を取り返していきます。三沢さんと高山が初代の GHC 王座をかけたあの有明コロシアムの大会、その試合をお父さんと一緒に DVD を借りに行って手にした、その運命の一本がこの清宮海斗の人生を変えています。まだ19歳です。身長180センチ、体重85キロ、埼玉市出身、格闘技の経験もありません。サッカーをやっていました。ただその三沢対高山の試合を見た、そこから小学校に上がる前からプロレスラーという将来の大きな夢を抱き、その夢を実現させています清宮海斗です。プロレス界の大海原に出航しましたノアの箱舟、その海で戦う男、清宮海斗です。ヘッドロックでぐっと熊野がこの清宮の頭を締め上げていきます。この熊野をデビューしてからは2年ほどなかなか勝ち星に恵まれずでしたが、このところは当然この大きな試合にも参加するようになりました。ショルダータックルです。やはりこのデビュー間もない清宮に比べますと、この熊野の体格も非常に見えます。ドロップキック顎の先端にヒットしました。このドロップキックの高さ、このドロップキックの形に関しては非常に定評があります。自らも得意技と話すこのドロップキックですが、コーナーは今追いかけたところ、今正面から胸板を打ち抜かれました。川に行きます。自力で肩を上げました。コーナーからは高山がその戦況を、静かに見つめています。さあキャリア30年の小川です。ダブルの攻撃、これも初めてのタッグマッチならではダブルの攻撃を受けました。そしてフットスタンプ、今思わず喉の奥の方からのうめき声が響いています。大田区総合体育館ノア初進出です。エルボーを打っていきました。喉元のあたり、かなりそのダメージが残りました。そして腕を取って顎も捉えて、もう一度強引に起こしてコーナーパッドに打ちつけました。三沢さんに憧れ、そのリングのコスチューム、タイツも緑色と決めていました。その色合いはかつて丸藤がデビューしていた頃につけていたような、少し鮮やかなエメラルドグリーン。三沢さんのグリーンとはまた一味違う、三沢さん、そして丸藤といったノアの、正統派の系譜と言ってもいいかもしれません。その勝負対戦、ミーパット、白いリングシューズ、あっ、危ないところ、なんとか自力で肩を上げました、コーナー、高山は戦況を見つめるのみで、カットに入ろうという動きはありません、この高山のキャリアは23年、ノア旗揚げメンバーの一人です。タッチを交わしました。これがタッチマッチのいわゆる流れ、速いタッチワークで1人を相手を孤立させてダメージを奪っていく、そんなタッチマッチの形を初めてこの清宮は経験しています。ドンキックター小川にも打っていきました。さあここでコーナーに戻れるか、高山が声をかけます。懸命に這うように今高山にタッチしました。初めてタッグマッチでタッチを経験しました。コーナー清宮は今場外に倒れ込んでいます。リングの中はダブルアームスープレックスで高山離れています。カバーに行っている高山、この2人はノア旗揚げの試合では6人タッグマッチで反対側のコーナーにいました。今のロープに飛んでボーリングクラッチホールドは打たせませんが、首を掴んだネックハンギング3に今小川は顔面をかきむしります。今清宮はコーナーに戻りました。戦況をようやく見つめる体勢、今度はその試合の中に入っていけるかどうか。顔面ハイキック、さあ高山さんと声を上げています。行くかと高山が今タッチをかわす。さあ若武者に託しました。
ドロキックソロ飛び、ソリのパスのドロキック、よっしゃ行くぞ。さあ何を言うでしょう、もう一発ですか。このドロキックは非常に高さがあります。そして向かってから体をひねって着地するあたり、若き頃の三沢さんの動きを思い起こさせるような非常に伸びのあるドロキックを打っていきます。ボディースラムです。高く抱えて打っていきました。カウントは2です。かつて憧れた三沢さんのその対戦相手でもありました高山義弘とタッグを組んでいます。あの三沢対高山、高山さんが怪物のように強かった、だからこそ三沢さんの凄さも出た、だから僕は三沢さんのファンになった、そういった思いを清宮は話しています。そのかつてテレビの中にいた高山義弘と今日タッグを組んでの清宮にとっての初めてのタッグマッチになります。ブレンマスターの体勢、かかなめで熊野が打ちます。腰を強打、今その腰を押さえていましたが2カウント。高山は冷静に試合を見つめます。あえてでしょう、カットに入ろうとはしません。そしてデビューしたての若い選手にとっての一つの登竜門でしょう。このボストンクラブを耐え切るか、高山がカットに入るか、いや声だけです。来いと、ロープまで来いと高山は声を上げます。懸命にその声のもとに、ロープのもとに清宮が今サードロープに手が届きました。自力でブレイク。ただここから先輩の容赦ない攻撃は続きます。フィッシャーマンの体勢ですが、あっと丸めていった、どうだ、カバーにいっている、2カウントです。ラリアットはかわしてスクールボーイで丸めていきます。上から体重を乗せますがカウントは2、懸命に打ちます。首筋のあたりに重いエルボーが入ります。お、連発で清宮が打てるか、打っていきます。ただここは高いショルダースルー。さあ一気に攻めるか、リングの中央フィッシャーマンで固めていますが3つ入りました。ドキックですが、コーナーは今追いかけたところ、今正面から胸板を打ち抜かれました。川に来ます。自力で肩を上げました。コーナーからは高山がその戦況を、静かに見つめています。さあキャリア30年の小川です。ダブルの攻撃、これも初めてのタッグマッチならではダブルの攻撃を受けました。そしてフットスタンプ、今思わず喉の奥の方からのうめき声が響いています。大田区総合体育館ノア初進出です。エルボーを打っていきました。喉元のあたり、かなりそのダメージが残りました。そして腕を取って顎も捉えて、もう一度強引に起こしてコーナーパッドに打ちつけました。三沢さんに憧れ、そのリングのコスチューム、タイツも緑色と決めていました。その色合いはかつて丸藤がデビューしていた頃につけていたような少し鮮やかなエメラルドグリーン。三沢さんのグリーンとはまた一味違う。これは6人タッグマッチで反対側のコーナーにいました。今のロープに飛んでボーリングクラッチホールドは打たせませんが、首を掴んだネックハンギング3に今小川は顔面をかきむしります。今清宮はコーナーに戻りました。戦況をようやく見つめる体勢、今度はその試合の中に入っていけるかどうか。顔面ハイキック、さあ高山が高山さんと声を上げています。行くかと高山が今タッチをかわす。さあ若武者に託しました。ドロキックソロ飛び、ソロのパスのドロキック、よっしゃ行くぞ。さあ何を言うでしょう、もう一発ですか。このドロキックは非常に高さがあります。そして向かってから体をひねって着地するあたり、若き頃の三沢さんの動きを思い起こさせるような非常に伸びのあるドロップキックを打っていきます。ボディースラムです。高く三沢さん、そして丸藤といったノアの、正統派の系譜といってもいいかもしれません。そのショート体勢、ミーパット、白いリングシューズ、あっと危ないところ、なんとか自力で肩を上げました。コーナー高山は戦況を見つめるのみでカットに入ろうという動きはありません。この高山のキャリアは23年、ノア旗揚げメンバーの一人です。
チを交わしました。これがタッチパッチのいわゆる流れ、速いタッチワークで1人を相手を孤立させてダメージを奪っていく、そんなタッグマッチの形を初めてこの清宮は経験しています。ドロップ食った、小川にも打っていきました。さあここでコーナーに戻れるか、高山が声をかけます。懸命に戦うように今高山にタッチしました。初めてタッグマッチでタッチを経験しましたコーナー、清宮は今場外に倒れ込んでいます。リングの中ダブルアームスープレックスで高山が慣れています。カバーに行っている高山、この2人はノア旗揚げの試合サッカーをやっていました。ただその三沢対高山の試合を見た、そこから小学校に上がる前からプロレスラーという将来の大きな夢を抱き、その夢を実現させています清宮海斗です。プロレス界の大海原に出港しましたノアの箱舟、その海で戦う男清宮海斗です。ヘッドロックでぐっと熊野がこの清宮の頭を締め上げていきます。この熊野をデビューしてからは2年ほどなかなか勝ち星に恵まれませんでしたが、このところは当然この大きな試合にも参加するようになりました。ショルダータックルです。やはりこのデビュー間もない清宮に比べますとこの熊野の体格も非常に見えます。ドロップだ、顎の先端にヒットしました。このドロップの高さ、このドロップの形に関しては非常に定評があります。自らも得意技と話す初めてになります。バートラーの高山に一礼して初のタッグマッチ、今一つ声を大きく上げて先輩の熊野との対決、タッグマッチのゴングを聞きました。組み合っています。ここまでのシングルマッチ8戦のあつは当然ですが全て敗れています。そして今日が初めてのタッグマッチ、近い先輩では友寄せがいますが、その友寄せが怪我の影響もありまして急遽この清宮が初めてタッグマッチでビッグマッチの第一試合を務めることになりました。腕を取り返していきます。三沢さんと高山が初代の GHC 王座をかけたあの有明コロシアムの大会、その試合をお父さんと一緒に DVD を借りに行って手にした、その運命の一本がこの清宮海斗の人生を変えています。まだ19歳です。身長180センチ、体重85キロ、埼玉市出身、格闘技の経験もありません。